レプチンさんが、あ、うっ、ああ、見ちゃった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 見じゃあ、ユーニーポスター引いた手で、どういうことですか。あー、インポスター来たー。なにこれ、殺しの黒。あー、殺すぞ殺すぞ。初めて見たこの画面。あー、広いで、あ、すごい。はい、というわけで始まりました。まあ、あの、もしかしたらバグがあるかもしれないということでね、一旦、天候を取ってからのスタートになりました。というわけでやっていきましょう。まあ、バグに関しては仕方ないからね。もうそれはもう共存して生きていくしかないよね。うん、災害みたいなもんよ、災害。OK。レプチンさんが、あ、うっ、ああ、ああ、見ちゃった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 見どこの弁当ですか。ナビゲーションと O2 の間の弁当ですね。ロイカの。あ、で、ですね、はい、出てないのって。あ、レプチンさんお願いします。あ、お願いします。ごめんなさい。あ、竹雄ですね。あ、竹雄さん、え、ごめんなさい。ごめんなさい。ストレージで、砂染さん通っていくの見たんで、アドミンの弁当から出て、抜けてったんだと思います。はい、うん、あとは、そのレプチンさんがナビゲーションで一緒に作業してたんで、うん、まあ、そういう意味では僕がその弁当が 出入りとかじゃなくて普通に目撃したって感じですね。あ、確かにアベレージさんいましたね。ナビゲーションで作業してましたね、はい、でその後、うん、カフェンテリアのボタンを押しに行ってるの見えましたね。あれ、脇尾さんのスタジオマジで違うんで、出ちゃったの、はい、どうなの、サナメさん。で言うと、ナビゲーションで普通にナビゲーションから出てったアベレージさんが突然私に黒塗りをしてるというふうに見えちゃう。え、サナメさんの初手どう言ったんですか。初手アドミンです。参りとか。でアドミンでシールドまで行って、うん、そこからストレージに戻ってったっていう感じ。アドミンで誰か会いました。アドミンでもう一人。いたっけな、ごめんなさい。脇尾さんじゃないですか、それが。それが脇尾さんじゃないですか。でも、黄色のアベリさんが、いきなしなんもない砂ザメさんを黒塗りするメリットがないから、普通に考えるなら、実際私、釣れるじゃないですか、それで。まあ、最悪僕、ローラーでもいいですよ、そしたら。それか、ペアコンでもいいですよ。あ、ナビゲーションでナビゲーションでアベレージさんが白なんだけど、はい、適当に弁当震えたって言ってシールドあたりにいた私に黒をなすりつけてるで、全然あのいうメリットはあるかなと思います。まあ、現です。脇尾さんの目撃情報が全く出ないんですが、はい、そこでこれ、砂部さん殺したっていうのは大体合ってるってことでいいんですね。で私がシールド言ったのはアドミンで、あの1孤立してたからです。はい、いやー、私釣られるか、ごめんなさい。見ましたもん僕。この寮の真ん中で見ました僕は。でも私の連れたメリットがあるんで、行お会いしましょう。はっはっはっは、砂ザメさん、砂ザメさん、砂ザメさん、まだまだだね。マジで見ちゃったもんな、ガン見したわ。ってなった。砂ザメさん、あなたインポスターなんですかって。はい、はい、あ、もう、あ、ゲンです。脇尾さんの目撃情報を洗ったのは、砂田さんが黒弁当を見たという情報で黒っていうのは分かるんですけど、うんうん、脇尾さんを殺したかどうかの確定情報は、あ、それは確かにそうです、ね、もう一郎が殺してる可能性も一応あるかなと思って、うんうんうん、じゃあ脇尾さんのを見た方、うん、カメラで見てた、ウェポン O2、ナビゲーションにはいなかったです。僕そこら辺しか通ってないんで、そこら辺に死体はなかったですね。
僕も同じ感じの動きだったんで、そうですね、うん、見てないですね。じゃあ、あの右方向で間違いないですね、初手。うん、僕左行って1人だったんで、うん、秋尾さんはいなかったです、そっち方向には。うん、左行って1人、うん。ちなみにアドミンって入った方っていますか、そうなると。入ってないです。あ、じゃあもう普通にアドミンでいいんじゃないですかね。それで殺して、弁当移動して、うん、で、ちょうど見つけたっていうのが、まあ、うん、ね、その推理としてはいいのかなって感じですけど。でもあと一郎か。まあでもなんか怪しかったらアベレージさんつってもいいですけどね、砂亀さんが白だったことも考えて。いや、もうあまりアベレージさんが、ね、はいはい、リポート鳴らす意味あんまないと思うんで、うん、まあ俺もないと思うんですよ、可能性的に低いと思うんですけど、砂亀さんが言ってたみたいにね、うんうん、ちなみに現時点、竹雄さんは今回白ですので、はい、竹雄さんとアベレージさんの2人がかりで砂亀さんを釣りに行ったムーブやったと思うんですよね、初日。ここ2人二郎じゃない限りは多分大丈夫かなって感じします。あー、なるほど。まあそれで言ったら僕もそのザメさん、うん、追放するのに加担ってわけじゃないですけど、アベレジさん見てたっていう証言したんで、うん、俺とアベレジさんが黒の可能性もありますけどね、うん、そうですね、まあ3人以上から、はい、お互いの目がかかったので、まあほぼほぼ大丈夫かなって感じで、うん、あー、またそれは、はい、なるほどな。盤石って感じですね。大丈夫かな。これでアベレージさんインポストだったらクソ怖い。いやー、うん、でもさっきのさっきのこともあるんで、一応念頭に置いてた方がいいかなって思いますけど、ね、一応頭の片隅でも。アベレージさんじゃないんですよね。もちろんです。もちろんですよ。僕がインポストなわけないじゃないですか。何言ってるんですか本当に。怪しい。いや、見てくださいもう本当に。見取りしますからね僕。はい。白身の演技でしたね。多分これ、あ、やっぱアベレージさんって白なんだなって思ったと思う、みんな。逆に余裕があるからそういう演技できるよね、そういう意味で言えば。完全に白だから。僕黒の時にそういうふざけムーブができれば本当に強いと思う。あ、こいつなんか余裕あるなみたいな感じで。アドミン、ウェポン、メッドベイ、あ、じゃウェポンじゃねえ、ナビゲーが、ナビゲーションにエレクトリカルにメッドベイが消えて、ナビゲーションが1になった、エレクトリカルがいなくなって、いや、まだキルできないんだよね、このクール時間的には。シールドバスに移動してんだろうな。エレクトリカル消えて、カフェテリア、これまだ誰も死んでないな、この状況。まあいいや、一旦普通に作業しよう。ピンクと赤、紫、茶色、あとレプチンさんの殺した方がいいんじゃないですかはちょっと黒いよな、あれ。だって真後ろにいたのにそれ言う必要ないでしょうは正直思うよね。まあ、そうなるとレプチンさん黒目で見た方がいいかな。まあ、今の情報だけですとね。まあ、とりあえず僕はタスクを進めていこう。紫がストレージにエレクトリカル入ってった。紫、エレクトリカル、オッケーオッケー。でストレージの配電盤やって、ナビゲーション最後でいっか。うわっ、マジかよ。死んでるし、はい、これアベレージさん死んだんで、これ砂ザメさんの黒は確定したんじゃないかなと思う。そうですね。これ見つけたんですか。はい、今あのストレージで死んでたんですけど、ステージで今死んだ瞬間なんですけど、ごめんなさい、殺した人は分かんなかったです。あ、マジか、分かんないんだ。多分分かりそうですね、うん、大丈夫か。停電、多分今ストレージ内に今多分いたと思います。殺して停電中にアベレージさん今殺してエレクトリカル向かってたんだと思います。ブシュッてなったことですね。はい、ブシュッてなったんで。あ、じゃあ、原産と先端さん絶対違いますね。まさかさんも違いますね。うん、ここ白でいいと思います。あの左のセキュリティで僕ずっと見てたんで。だって原産と先端さんは、そう、この3人は絶対違うと思います。原産、センター、まさかりですね。はい、竹雄も違います。ロアエンジンで先端さんと一緒だったんで。竹雄さんも違う。じゃあ、うん、あれ、ヨミさん、ヨミさんか俺のセルフですよね。まあセルフでやる意味ないですけど。おぞじさん、おぞじさん。僕はアドミンいて、今アドミン、え、アドミンにギリで入ってくる人な気がするんですよね、その話を聞いてると。おじゃあ、おぞじさん、アドミンに行ってたの見た。お、そうですよね、アドミン。じゃあもう、ロラで終わりだろう。何色か、ちょっといいですか、竹雄なんですけど。え、ヨミさんって最終位置、どこなんですか。エレクトリカルの中です、完全に中です。センターさん見ました？
エレクトリカルは見てないです。その、中を見てないです。はい。タスクは終わってましたよね、多分、ヨミさんは。エレクトリカルですか、はい、あ、いや、あと1個あったんで。こう見るとめっちゃ動揺してるよな。で、その時にちょっと停電があったから。って感じ多分ですけど、2回ぐらいヨミさんエレクトリカル入ってるんで、もう合ってるんじゃないかな。素晴らしい、竹雄さん、素晴らしい。なるほど。かわいい、やったな。え、やってない。本当にやってない。マシャガイさんでもカメラ見てたんですよね。見てました。あ、ちょっと時間がないんだけど、それで通った人見えなかったのかな。じゃあ、オンゾウスさんかヨミさんか、俺じゃないですか。あ、終わった。停電になったタイミングで。なんで終わったわ。どうして、ごめんなさい。終わる気がします。ファーン、ファーン、ファーン、ナイスナイス、ファーン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 、ナイスナイス、見ちゃいました。黄色のアベレイさんやっちゃうところはヨミさんっぽいな。竹尾さん、竹尾さん狙ってたんやけど殺意の波動でバレてさ。やっぱりあの切る人、切るする人選べないんすよね。選べないよね。あの超いい位置でヨミさんが多分その証拠残んないように。キルできる人を探したんですけど、それがもう黄色しかいなかったんですよね、あの時点で。あ竹尾さんに押されると思って黄色殺した。いやだから実際に怖い、そのレプチンさんに発見されなかったら結構いい感じに停電に紛れたんで、はい、よかったタイミング。もうちょい発見が遅れれば多分ヨミさんアリバイができてた感じになれたかなっていう、ナイスキルでした。まあそのたまたま殺しやすい人が黄色だったっていうちょっと不運はなんかの私がちょっとやらかしちゃったっていうのがちょっとありまして申し訳ない。全然大丈夫です。